1864年のウィーン条約による領土変更を示した図。薄い青の部分が、シュレースビヒ公国とホルシュタイン公国、および同じく、デンマーク王が領主であった、ラウエンブルク公国。シュレースビヒ・ホルシュタイン公国は、ユトランド半島南部に位置したシュレースビヒ公国と、ホルシュタイン公国の併称。現在のデンマーク領南デンマーク地域の一部、および、 ドイツ領シュレースビヒ・ホルシュタイン州に相当する。二国は合法したことはないが、15世紀にデンマーク王家が両国の行為を継承したため、人的同訓連合となった。シュレースビヒ公国がそれ以前よりデンマーク王の放治であったのに対し、ホルシュタイン公国は神聖ローマ帝国の一部であった。さらに複雑なことに、 16世紀半ば、以後デンマーク王家は両公国を分家である、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ家との共同統治とした。ゴットルプ家は共同統治者であるはずのデンマーク王家と、しばしば対立し、スウェーデンと同盟を結ぶなどの独自に動きを見せた。共同統治状態は、シュレースビヒで1713年に、ホルシュタインで1773年に終了し、以後両公国は、 デンマーク王家による単独統治となった。19世紀に入ると、両国のドイツとデンマークの間での地位、貴族をめぐり、様々な問題が発生する。19世紀後半に、広島戦争の結果、両国は、シュレースビヒホルシュタイン州として、プロイセン王国に編入されることになる。その後、第一次世界大戦後のシュレースビヒの住民投票により、北シュレースビヒは、 デンマーク領となった。ありがとうございます。